どうも、ナチョです。先日高校生のメンバーネクションとあと数名の仲間ボランティアで、手伝ってもらって、ここのですね牛舎をですね一部解体しました。中にあった柱とか、壁とかですね構造上問題がない箇所をですね壊してだいぶ、すっきりしました。で今日はですねちょっと一人で作業したいと思ってるんですが、その時に出た廃材ですね、これをどうにか処分しなければいけないと。まあゴミに出してもいいんですけど別に腐ってるわけでもなくて案外使えるんじゃないかなとか、まあ薪としてももちろん使えるしなんか捨てるのもったいないので今日今から、使えそうな部分は、仕分けしてちょっと取っておいてでなんかものづくりに使ったりとか薪に使ったりできるように保管しておこうかなと思います。ちょっと見せましょう。はい、こんだけ大量の廃材が出ました。このね、柱に使われてた丸太なんて若干釘が刺さったりとかしてるんですけど、まあ、全然使えそうなんですよね。他の板とかもですね汚れてはいるんですけど別に腐ってるわけじゃないんでうまいこと再利用して、ゴミをなるべく減らしたいなと思います。大体ね今もうゴミ捨てるのにも相当お金かかるんで、そこら辺の節約もしながらって思ってます。では準備してやっていきたいと思います。たるきとかはですねかなり釘が刺さっててしかも全部錆びてるんでもう使えないかなと思ってるんで、これはまあ処分します。まあ板ですね、板をちょっと使えそうなやつは使いたいなと思うんで、まあ、多少傷が入ってても、まあ、それは古材としてまあ味があってかっこいいかなと思うんで、それとあとは太いやつをこう最初仕分けしようかなと思います。で横のドラム缶でちょっと焚き火がてらちょっとだけ燃やしてまずはざっと仕分けをしていきたいと思います。はい、あの山積みだった廃材がなくなりました。こっちにですね太い柱とかそういうものを避けました。これ今からちょっとチェーンソーとかで切って、使える部分を薪として使おうと思います。これがですねなんとか使えそうな廃材板ですね。今ちょっとねなんか雨がパラついてきたんで一時ちょっと牛舎の下に避難させようかなと思います。でこちらこれが捨てる分ですね。僕がいる間はなんか焚き火がてら燃やしてますけどこれ全部燃やすのすげえ時間かかるんで処理場で捨てたいと思います。じゃあ今からちょっとチェーンソーでこれやろうかな。
はい、廃材からこんだけ薪が取れました。ほとんど針葉樹なんで薪としてはそんなにいい薪ではないんですけど、まあこれでもうちの場合だったら2日分ぐらいあるんじゃないかなと思うんで、今からそこの納屋にしまっとこうかなと思います。はい、今日は一日ですね、旧車の解体で出た廃材を切ったり薪にしたり、まあ、仕分けの作業をですね、しました。だいぶあそこの山がですねなくなってすっきりした感じです。まだゴミはいっぱいあるんで、そのゴミをですね、早うちにやっぱり処分して、スペースを空けておかないと、今からこっちで作業を進めていくときにもあのスペース多分使うことになると思うので、順序よくですね片付けながら、進めていきたいと思っております。今日出た、板材ですね、ちょっと汚れてるんですけどもまだ十分使えるので、これをですね捨てずに再利用して、あとは、リターン品として考えているスマホスタンドですね、あれをですねこの材を使ってとか、まだ上にも板があるのでそれらをですね加工して、そのスマホスタンドをですね作ろうかなと思ってますので、そのうちそれもやりたいなと思います。はい、ということで、もうちょっと片付け残ってますけども、この辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。いつも動画のご視聴ありがとうございます。現在、飯野高校生と、コラボして進めているこちらのですね牛舎再生計画の、クラウドファンディングの方がですね10月の1日にいよいよ、スタートすることになりました。えびの市に移住して丸5年、まあ、移住者という立場なんですが、まあ、僕なりにえびの市の活性化を考えて、いろいろ活動をしてきました。まあ、今後その活動の幅を広げて、さらにこう推し進めていくためにこの牛舎をですねその拠点に、したいと考えています。子どもから大人までみんなが交流できる場所、学びの場所、まあ、いろいろなアクションとかですね活動が生まれる場所にしたいなと考えております。まあ、それらを通してもう日本だけじゃなくて世界中にえびのの魅力を発信していけたらなと思っております。とても厚かましく、皆さんに、ご寄付をお願いすることになるんですが、まあ、たくさんの人に、このプロジェクトへの、僕たちの思いをですね理解していただいて、まあ、共感していただける方はですね、ぜひ、ご支援と、このプロジェクトの拡散をですね、お願いしたいと思います。どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。